吉野さん、インターネットとリアルですよね。やっぱこうリアルでやってることをインターネットに持ってくるだけ、本当にそうなんですけども、多くの人はやっぱりインターネットって妙なもの、不思議なものっていうふうに感じてるんですよね、きっとね。いや、私がねよく言われることに本当に興味だなと思うのが、例えば YouTube 顔出しするじゃないですか。これ何度も吉谷さんにも話しましたけども、そんな不特定多数の人の前にねインターネットで顔出すなんて、なんかすごく怖いと、危ないんじゃないか、よくできますね、いやとてもとてもって言うんですけども、いや、インターネットに不特定多数のね前に顔出すって言っても、どんだけ不特定多数かって、まあ頑張ってやってみてください。見られないから、再生数5とか10とかですよね、全然怖くないと。それは人気者になってから考えればいいんですよ。じゃあヒカキンさんが、はじめ社長がね、視聴者数100万200万ドーンと1個の動画で出る、危ない目に遭ってますかと。危ない目に遭ってたらもうできてないですよね。未だにやってますと。数百万に見られてももう本当にね関係ないってとこですよ。あとね、不特定多数の人の前に顔を晒すっていうのは、別にインターネットじゃなくてコンビニでバイトやってても、それから牛丼屋でバイトやっててもありえるわけですよ。まさに毎日不特定多数の人の前に何百人何千人と顔を晒すんですよ、スーパーの従業員さん。どうですか、なんか怖いですかね。いや、むしろそのコンビニでバイトしてたらね、ちょっと怖そうな人が来て、おい兄ちゃんタバコくれやとかね、バカッターとか言ってね、変な人が来たりとかね、そっちの方が怖いじゃないですか。でもインターネットで YouTube でボーンと出していて、せいぜいねコメント書かれるぐらいでしょ、なんか怖いんですかね。いや、確かに YouTube で出ててなんかいろいろやってたら、今度は向こうもね YouTube で反論してきたら、なんか思うところあるかもしれませんけども、そもそも再生しなければいいし、嫌なコメント書かれたらそこ見なければいいんでどこがどうインターネットの方が怖いのかなっていうところですよね。だからね、やっぱり結構ね、考え違いをしてるっていうか、妙な先入観にはまってるっていうところが、まあその正体なんじゃないですかね。もっとねシンプルに考えた方がいいかなと思いましたね。で、今日もインターネットを使ってほとんどの方は何かことを成してるはずなんですよ。インターネットを使って何か商品買ってるでしょうしね、インターネットを使って誰かとコミュニケーションを取ってるでしょう。それで何か起きてますかってことですよね。だから LINE でそのメッセージのやり取りするのも、インターネット上にメッセージを投げてインターネット上からメッセージを受け取ってるわけなんですよ。それの同じですからね。だから人の先入観ってのは怖いですね。だからね、愚かな先入観からは愚かな行動と愚かな結果しか導き出さないというふうな、ね、ことを言う人がいましたけども、それになんか近いなっていうところはあるかなと思いますね。いってらっしゃい。